United States, Hiroshima Toyo Carps, Ryan McGlue.広島は昨年11月に入ってすぐにドリュー・アンダーソンを獲得したが、バッターの方も同時にテコ入れを進めており、アンダーソンの加入からわずか1日後の11月5日に主砲候補を招き入れていた。ライアン・マクブルーム、契約金30万ドル、年俸70万ドルプラス出来高で合意した彼は、2021年の MLB では出場が7試合にとどまったが、AAA では115試合で打率2割6分1厘、32本塁打、88打点の成績を残しており、リーグホームラン王に輝くほどのパワーを持つ選手である。広島のファースト候補として挙げられているが、外野も全てのポジションを経験しており、2019年の時は意外にもセンターを守ることが一番多かった。このようにスラッガーでありながらも、広いフィールドを走り回る脚力も兼ね備えていると言える。ちなみに彼は野球ではかなり珍しい左投げ右打ちの選手であることはあまり知られていない。2021年シーズンが終了した時点ではマイナーリーグ最強のバッターといっても過言ではないが、逆になぜ MLB には定着できなかったのか。バージニア州フレデリックスバーグで育ったマクブルームは2013年の MLB ドラフト36巡目でロイヤルズから指名されたが、この時は契約せずに地元の大学へ進学し、2014年の MLB ドラフト15巡目でブルージェイズから指名され、改めてプロの道へ進む。大学生だったこともあり、ショート A クラスのバンクーバーカナディアンズでプロデビューを果たすと、数年ほどはシングル A クラスからダブル A クラスを行き来するキャリアを歩む。2017年に MLB 公式が発表した有望株ランキングにおいて、マクブルームはブルージェイズ内で30位にランクインしており、当時は空振りする傾向が研究されやすいという課題はありつつ、ダブル A クラスを超える力強いスイングが魅力的という評価だった。だがスラッガーゆえに足の遅さで守備位置が限定されてしまうのはこの時点で懸念ポイントとして挙げられていた。もしかしたらこの評価がきっかけで積極的に外野手をやるようになったのかもしれない。ほどなくしてロブ・レフスナイダーとのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍すると、2018年シーズン中には AAA クラスまで上り詰めていた。この時在籍していたスクラントン・ウィルクスバリ・レイル・サンダーズには MLB でもプレーするサンチェス、ウルシェラ、トーレス、ボイト、東岡などをはじめ、オリンピックのアメリカ代表にも選ばれたフレイジャー、後に DeNA の4番バッターに君臨するオースティン、そして今年からヤクルトでプレーする AJ コールまでいるなど、マイナーリーグとは思えない豪華な顔ぶれだったのがよくわかる。2019年も AAA クラスでチームを地区優勝に導くと、8月にはロイヤルズがトレードという形でマクブルームを獲得し、さらに9月3日にはメジャー契約まで結んで念願の25人枠入りを果たした。ロイヤルズにとってマクブルームは球団が課題として挙げていた貧打を解消するスラッガー、そして外野も守れるようになったファーストという汎用性を兼ね備えた好材料として捉えていた。実際にファーストを守っていたライアン・オハーンが打率2割を切る不調ぶりだったこともあり、昇格当日のタイガース戦にて6番ファーストで先発出場して MLB デビューを果たした。2019年は初めて MLB を経験したシーズンだったにもかかわらず、23試合で打率2割9分3厘、出塁率3割6分1厘、長打率3割6分と、ホームランこそなかったが、ルーキーとしては上出来な成績を残した。ここから長打力も発揮できるようになれば、早速 MLB に定着することも夢ではなかったが、そう簡単にはいかなかった。2020年は36試合出場と、昨年から増えたが、6本塁打、長打率5割6厘に対して、打率2割4分7厘、出塁率2割8分2厘と、今度は安定感を犠牲にしたシーズンとなった。特に三振が30個に対してフォアボールがわずか4個と選球眼にも苦しんでいた。それでもファーストを争っていたライアン・オハーンは打率1割9分5厘とさらに低調だったため、スタメンから外れることはまだなかったが、2021年には最大の難関が立ちはだかる。オフシーズン中にフリーエージェントのカルロス・サンタナが2年総額1750万ドルで加入したのである。
2020年までに通算240本塁打を放った一流スラッガーの存在によって、2021年の開幕ロースター入りを果たしても代打でしか出られず、5月からはほぼ AAA クラスにとどまることになる。だがマイナーリーグに降格すれば沈んでいた打棒は一瞬にして復活し、 AAA クラスにおいては自己ベストの成績を残した。特に30号を放った際は143メートルを超える特大の一発であり、地元メディアでも取り上げられるほどだった。一方で課題として挙げられていた選球眼については、相変わらず三振がフォアボールよりも約2倍多いが、それを含めてなお出塁率が3割3分を超えているため、彼の打撃力はいわゆるクワトロ A クラスに相当すると考えられる。それでもやはり選球眼は大事だと多くの NPB ファンは思っているだろう。だがカープファンにとってはその限りではないかもしれない。なぜならフォアボールより3倍多く三振の山を積み上げながらも球団の黄金期を支えた最強助っ人が広島にもいたからである。ブラッド・エルドレッドだ。彼もまた長打力が武器のパワーヒッターであり、好不調の波は激しかったが辛抱強く起用し続けたことで7年間で133本塁打、5度のクライマックスシリーズ進出、そして2016年からのセリーグ3連覇に貢献した。そんな彼は引退後の2019年から広島の中米スカウトに就任。外国人野手のスカウティングを担う立場であるエルドレッドだからこそ、かつての自分と同じスタッツの傾向を持つマクブルームを補強ターゲットに定めたのではないだろうか。じゃあなぜケビン・クローンは開花しなかったんだという議論が起きそうだが、それはまた別のお話。